久保さん今回キャメロン・ディアスにしましょうか自分の人生には自分で責任を持つべきだからただ自分を幸せにしてくれる白馬にまたがったおじさんを待ってるだけなんてダメ自分の将来は自分で切り開いていかなきゃねとこれ女性がねこういうことを言うとねうん何か、まあ、僕は、ね、いろんなお客さん対応してますけど女性強いなみたいなね女性の方が強いなみたいな たぶんまあ、久保さんも多分実感してると思うんですけど、どちらかというと真面目にこうやっていくのって女,女性の割合多くないですかなんか男性、やらなくなりますよね <laughs>。男性、やらないですよね。どちらかというと、その、真面目にやる割合って多分、まあ男性の方が少ないんじゃないかなと思うんですよね。なんかその、口だけというか <laughs>。ね、あの、 稼ぎます頑張りますっつって久保さんのとこにこう弟子入りした子も何人いなくなったんでしょうねまあ僕も一緒ですけどうんだって億万長者合宿って女性いましたっけいないよないましたっけ女性億万長者合宿湯河原女性いたかなまあほぼ男性だったと思うんですけど 言ってらっしゃい。